こんにちは、まつげです。今日から新テニスの王子様ライジングビートの実況プレイ始めていきたいと思います。はい、で何をやっていくかっていうと、今イベントでね、これハロウィンのイベントストーリーが配信されてて、でもうね、すべてのストーリーを解放したので、これをね見ていきたいと思います。これね、エピローグはまたハロウィンのイベントが終わった後ね、アプリ起動したら配信されるので、31日に向けてこれストーリーを見ていこうと思います。じゃあプロローグからいきましょう。お、りょうまくん？ん？ん？どうしたの、チビ？どうしたの？何か買い忘れかい？今ならまだ戻れるけど。いや。買い出しは大丈夫っす。あの飾りが気になっただけなんで、ハロウィンの飾りかな？飾りって？かぼちゃのランタンだ。そっか。そういえばもうすぐハロウィンだっけ。よく見たら仮装の小道具とかも売ってるね。仮装パーティーとかしたら面白そうっすね。おちび、いいこと言うじゃん。ね、合宿所に戻ったらみんなに相談してみようか。おちび、よし急いで帰るぞ。おちび、エイジ先輩、分かったから引っ張らないでほしいんすけど。いやー、みんなでね、仮装するんだね。ハロウィンにパーティー？いいんじゃないか、楽しそうだし。なあ、な、手塚。亀を外さなければ構わない。やったね。そうと決まれば、早速仮装の準備っすね。何にすんだろうね、みんな。さて。まずはどんな仮装するか決めないと。うん。そうだね、魔法使いとか定番だけど、藤くん魔法使い似合いそう。ああ。あとは、狼男や悪魔とかもよく見る仮装だな。なんか、大石さんのその前髪さ、上にちゃってあげたらさ、悪魔っぽくなるくない？ならんかな？あの、焼肉奉行モード、あれじゃん、悪魔っぽいじゃん。ちょっとスマホで調べてみよっかにゃーん。あ、おちびこれ似合いそう。猫。猫？猫の仮装なんてあるの？あ、でもこの耳の色はカルピンと似てるかも。手塚。手塚はどうする？今からの用意となると、あまり凝った仮装は難しいだろう。簡単にできるものがあればいいのだが。どうかな？シーツをかぶったお化けなんてどうかな？それを手塚にやらせるんか。メガネをかけたシーツお化け。ぷんぷん。部長の仮装楽しみにしてるっす。分かった。大善は尽くす。ノリがいいね。せっかくだからハロウィンまでお互いの仮装を秘密にしておくってのも面白いんじゃない？そうだ。その方が当日に楽しめそうだしな。お菓子の準備も忘れずにするんだぞ。ハロウィンが待ち遠しいっすね。はい、というわけで続く。で、こっからなんですけど、あの、学校ごとに1話から3話まで話があって、これちょっとね、わかんないんですよね。順番関係あるのかどうかわかんないけど、一番最初は声楽からいきます。で、一番最後は立会でいきたいなと思ってます。はい、声楽編第1話です。めっちゃハロウィンの飾りしてあるやん。すでに。来た来た。ね。二人とも用意はいい？ああ。準備はできている。いつでも行けるっす。よーし、それじゃあ。トリックオアトリート。もしかしてこのお化けは？うん。トリートの方で。もうちょっとおちび、なんでそんなに冷静なのさ。なんだよ、せっかくお前を驚かそうと思って隠れてたってのに。先輩たちがコソコソしてるの丸見えだったし。何、あの乾桃菊丸であのお化けに入ってたの？
ね、めちゃくちゃ面白いじゃんそれ。っていうかハロウィンの仮装は人間を驚かすためにすると思ってないっすか。ああ、え、違うの、うん、悪霊を怖がらせて追い払うため、悪霊のふりをして災いを遠ざけるためと言われているな。へえ、どんな理由があったんすね。なんだよ犬言ってば、知ってたなら先に教えてよ。仮装に驚く越前の データが取れると思ってね。え、そのデータ何に使うんすか。確かに、うん、これアメリカで見慣れてるし、ちょっとした仮装じゃ驚かないんで。え、これフラグじゃない。これフラグじゃねえか。先輩たちまだまだだね。ああ言われると意地でも驚かせたくなりません。そうだな、異遇だな。モモ、ちょうど俺も同じことを思っていたよ。うん、みんなにも協力してもらって絶対に驚かしちゃる。くそ、おちびドッキリ大作戦だ。また面白そうなことを。はい、では2話に見ていきましょう。声楽第2話。うん、先ほどから菊丸たちがあちこちを走り回っているようだが。ああ、越前を驚かせるためにいろんな人に協力を頼んでるみたいだよ。あー、これ他校の人たちも越前を驚かせに来るわけね。なんでそんなことになったんですか。どうかな。さあ、でも面白そうだし、僕たちも後で行ってみようか。あ、よかった、カイドウここにいたんだね。あの、どうかしたんですか。あ、衣装を飾りに引っ掛けちゃって。いや、カイドウなら直せるかと思って探してたんだけど。そう、カオルちゃんはこの見た目でこの性格で、なんと家庭的なことが全般ね得意という、料理とか縫い物とかもね得意なんで、この男。うん、袖口の部分がほつれているな。うん、衣装を見せてください。ああ、これくらいなら直せると思うっす。ちょっと時間もらっていいっすか。うん、お願いするよ。そ、みんな、いやー、いい男だ。カイドウカオルと結婚したい。そういえばみんなは大石の仮装を見た。悪魔、悪魔ですか。 やっぱり焼肉奉行の仮装ですか。見ていない。ん、すごい衣装なのかい。うん、エイジたちが高校生に頼んで借りてきた衣装らしいんだけど。見たらきっとびっくりすると思う。ん、何の仮装してんの大石くん。あー、でもホラーが苦手な人にはちょっと刺激が強いかもしれない。見るのが楽しみだね。そうね、ホラーとか苦手だからね。めっちゃ嫌そう。はい、声楽第3話。エチさん、ハロウィンを楽しんでるか。お、びっくりしたぞ。ちょ、大石先輩の首がない。イエーイ、ドッキリ大作戦大成功。やり、さすが大石副部長、やってくれたっすね。ね、さすがのおちびもこれにはびっくりしたっしょ。いきなり首なし男で来るのは卑怯っすよ。え、どういう仕掛けなんだろうね。意外と様になってただろ。見せろよ、その首なし男してる大石さん、見せてよ。黙っていうか、っていうか、だいたいドッキリ大作戦ってなんすか。もう、おちびってば、俺たちの仮装で驚いてくれなかったじゃん。だからどうしても驚かせたくて、他の学校のやつにも協力してもらったんだよ。ああ、道理でみんなが脅かそうとしてくると思った。悪かったな。ああ、実はここに来る前に手塚やカイドウたちにも会ったんだ。うん、声をかけたら2人とも固まったから、俺も楽しくなっちゃって。いや、カイドウが固まるのはわかるけど、手塚さんも固まったんだね。ちゃ、俺も見たかったにゃ、驚く2人。うん、越前には問答無用でいたずらって感じになっちゃったけど、ほら、ちゃんとお菓子も持ってきてるぞ。いや、お菓子なんかで騙されてやらないっすよ。なんだ越前、驚かされてすねてんのか。
方ねえな、俺からマシュマロやるよ。にゃ俺もキャンディーあげるよん。はあ、しょうがないっすね。先輩たち、トリックオアトリート、ハッピーハロウィーン。はい、というわけで声楽編はここまでとなります。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。